晩ご飯晩ご飯リングイネのパスタおすすめだけど今日は使わない、今日は使わない楕円型っていうの、うん、ピットチーネじゃないけどこうなんだろう丸じゃない形のパスタ、丸じゃない、これよかったらみんなも買ってみて、うまいよということでチャンネル登録本日は、じゃん、明太子、はい、明太子といえば、なんだ、このまま食べる、ちげえよ今パスタ出したでしょこんなにたくさん入って、うん、おっていう値段で言わんのかい、言わで、何されんの、絞るんだよ平皿の方が絞りやすいかなと思ってさ、会えるんじゃないの、ボールに出すんじゃないんだ、え、ボールに、うん、私いつもボールにビューって絞り出すいつもほらこんな出し方しないからさ、じゃあいつも通りやってくださいえ、ちょっとあのお皿に変えるねこっちの方がね、こっちの方が、これ本当は包丁の裏でやった方が早いんだけどね、うん、なんでお箸持ってきたんだよじゃあえ、私ね、あの料理してるその出来上がりまでの過程を人に見せたらダメなのよ、だからってじゃあ私がやってあげようかもないでしょ、カメラマンいなくなっちゃうもん。うまいこと言うよね。みんなどうも。愛情がこもってるからね。どの料理にも。美味しいんだよ。ね。うわ。聞いた今の。はい。はい。はい。心こもってねーと困るよねそれが売りなんでそんなもの売らなくていいんだよ、個性なんでそうね、個性ね、個性なんで、明太子パスタといえば、明太子パスタといえば上に乗っかってるものはなんだ、チーズ、乗らねえよ誰が乗せんだよ。明太子パスタの上に乗ってるものといえば、大葉。大葉を多めに切っていきますね。ふつ切り。失礼だね、あなた。くっついてると思うの、これで。許すんだよおめえはよ。ほら、いい感じ。ほらほら、あ、いい香りする。いい香りするね。うん、押し切りしてるからいい香りがたくさん。こうやって、あと軽くちぎってあげると風味が良くなるんだ。実はごまかしてます。ごまかしてねえよ。そういう風にしてんだよわざと。分かってねえなおめえは。はい。オーマイプレミアムもちっと美味しいスパゲッティ、うん、1.5 ミリ、うん、これを使っていきます、はい、本日のパスタ占い、はい、キッチン、え、キッチン終わり終わり、ちょっとお見せできないので日がき上がるまで待ち、取らなくていいんだよこんなとこここ唯一私がこだわってるところで、パスタには四つ葉のバターしか私使いません、うん、どれぐらいかな、こんぐらいじゃない、こんぐらい、少ないかな、四つ葉バターで料理したことないから、私あのなこれ普段はそんなに感じない、あ、そうそうそう、これ一応あの塩分混ざってるやつなんだけど、うん、そこまでたっぷり塩味があるわけではない、うん、
私の作るパスタは絶対四つ葉バター。はい、はい、これは明太子こんだけまだだよ待ちなさいよもう申し訳程度にこれだ、これぐらいしとこう。申し訳程度このマヨネーズを入れることでさらにコクが増すの。行くよ。どこに？どこに行くの？その上に。あっ、行くよ。なんでそっち？え？何？今度こっち。カメラ。いいかい？ビビるわ。もう一回。どうぞ。まさかのカメラからフェードアウトしてる。さすがボス、笑いを常に考えてくれてる。当たり前じゃない。もうカメラマン泣かせだ。私誰だと思ってんだよ。我が道を行く。誰がこの子何？ボス。大丈夫でしょ。このボールで一人前でしょ、ボス。バカ野郎。さあ、腕の見せ所を。まずはお召し上がれ。いかが？いかが、皆さん、おいしそう。これが限界かな。すげえ。なんだこれ。面白い量になっちゃった。大葉大好きだからね、うん、大葉はちょっとたっぷりめに、たっぷりめに。それではいただきます。こっち食べる？どうよ、召し上がれ。ちょっと大葉山盛りようかな。え、山盛りようかな。明太子パスタってなんでこんなに美味しいんだろう。うん、うまいね。うん、うまい。もう食べてるだけだから、食べ終わりまで後ほど。後ほど食ったね。ごちそうさまでした。いかがでしたか、私の明太パスタ。愛情たっぷりで涙が出てくる。うまかったべ。愛情たっぷりで、いつもよりたくさん食べた。うん、キーさんにしては、うん、パスタ好き。パスタ好きだけど、うん、ペペチとかは食べないじゃん。うん、ガーリック匂いが残るのは食べない。オイル系っていうの、ニンニクの、うん、ああいうのは基本食べない。食べるけど匂いが残るから食べない。うん、ただそれだけ。なるほど、うん、俺とは分かち合えないわ。ここでこうバキバキバキって、バキバキバキ。あのオイル系パスタの好きな人でも、明太子のパスタは僕も大好きだから、また作るね。ありがとう。別に嫌いじゃないんだよ、うん、オイル系のそのガーリックのやつ、うん、全然普通に食べるし、ただその後人と接したくないだけ。気にしないそんなの。何動画これ？え？え？明太子パスタを作ってみた動画。それならおすすめのパスタ使えよって話になる。うん、おすすめのパスタ使えよって話なんだけど。おすすめのパスタはこれです。これね、あの結構太いけど。あのオイル系のパスタにしても、あのクリーム系にしても、うん、全然美味しいから。美味しい、うん、じゃあ作れよって。また今度ね。そこを作らないのがハルチェ。ちょっとあの開けたパスタがあったからもったいないし。何の動画なんだよ。
ということで、この動画はグッドボタン、チャンネル登録、コメント、このパスタの差し入れ待ってます。バカ野郎、本当に来たらどうすんの。いや、来るかなと思って、ちょっと言ってみようかなと思って。なんて読むんだろう。デレッコ、知らん。ディーチェコホームページって書いてある。あ、ディーチェコだ。ディーチェコ C だった、これ。ディーチェコ、はい、ここのリングイネ7番おすすめです。アピールしとこう、ボスのためにやろう。ボスはこれがあれば何年も生きられる。確かに生きられる、生きられる、なんていう冗談も挟みつつ、また次回の動画をお楽しみに。ということで、またね、またね、バイバイ、バイバイ。